昨日から1回、あ、昨日1回出て、はい、で今日の夜中と明け方、あ、違う、昨日の夜と明け方に1回設置した。いい感じで、いつもと同じようになってるんです。全部普通になってるんですか。うん、で一番最初のうんちが最後だけ少しほんの少し柔らかいかなって感じだったんですけど、それ以外はいつもと同じ状態でした。どこまで食べた？32まで食べれた。あ、うん、食べれた。あの、その中からお菓子っていうかおやつの分を抜いて、うんうん、私が持たれてたかも。食べたので今日はまだ食べてないんですよね。今日はまだ食べてないです。はい。で元気もあのいつも通り。はい。ミジャカルテ。お姉ちゃん。お姉ちゃん。ちょっとなんかちょっと面白いけど。うん、緊張してる。めっちゃ心臓が大きくなって。お外でご飯食べようねって言ってね、来ちゃったんだよね。そう、病院だったら外食だよね。そうね、外食しようね。ヨロちゃん平気だもんね、ホテルのお迎えしてもね。めっちゃ僕。あ、ちゃんと座りするの偉いね。ちょっと今日ねご褒美ましたからね。可愛いですが食べるよね。はい、わかりました。はい、じゃあねこのままお預かりしますので。はい、ありがとうございます。夕方じゃあこのお迎えに来てください。早めがいいですか、遅めがいいですか。いや、もういつでもいいですか。その時間内ならどういう感じ。わかりました。はい、ちゃん、ちょっとまた後でね、来るからね。ごめんね。じゃあ、クレート置いてきますね。はい、置いてください。はい、お願いします。